めっちゃ近くしてる。延命地蔵大菩薩。確かにここは雰囲気あるね。さっきなんか白いのが動いたの見たらこれだね、この上りだ。ちょっとこれめっちゃ光がビャってなってる。お地蔵さんが導き地蔵。天狗像がここにも天狗があるよ。ね。お？雲の糸？何これ？うわ、上から垂れ下がってんだ普通に。あ、電線から。こんな？うん。あ、違う、これ虫だ。虫が雲に捕まってんじゃない？一体普通の糸か。じゃないけど、うん、なんかよくわかんねえ。これ私ハワハワでばな。どうした？このビデオ撮ろう。わあ、これすごいな。水子関係なんてこういうのかな。暗いな。ここは水子関連の話と、なんだっけ、あと突風が吹くっていう話がありますね。で、今頭に雲の巣がちょっと引っかかった気がする。しかも1本とかそれぐらいの感じ。中央不動産道。え、こっちが中央。あ、下に降りるんだ。中央不動でいいのか分かんないけど、読み方。暗証がここに。どうしたの？なんか泣いた。動物かな。車の音はしてるね。もうそんな声は分かんなかった。
様子が合わないな。もう風吹いてるし。上は開けてね。ほい。え？そこ？車がある。ああ、いいのかもね。置いてはいいんだ。奥かな。誰かいるならいるでいいけど。ドンって行ったの。うん、行ったね。でも入っていいとこなんだよ。まあ。なんかすごいな。結構ボリュームあるところだね、うん、ああ、子供抱いてる、うん、大勢だ。何してんとか。シャッター降りて消すのにか。今のは旗がきしんだ音だね。シャッターをあのこれオンにしたらポキッと音が鳴る。そうそう。気はしないけど、この音に変わる。カシャよりは目立たないかなぐらいだけど。
あ、これどっち行きゃいいんだろう。あ、頂上。奥の院。迷うな、これ。てか、これが奥の院なんやか。うん。こっち？怖い。じゃあ後で。なんかすごい怖いですね。一旦奥の院の方を見ましょう。滝音がすごいけどどこだ。ああ本当だ。あ、これか、すごい水音。本当だ。水音がすごい反響して独特の音がしてる。これ洞窟っていうか洞なんだ。天井が、はあ、お、すごいな、でも、雰囲気がすごい。わ、めっちゃ名刺が貼られてる。なんだ、名刺が置いてあるね。うん、こっちが下り。さっきの一方通行だったから、これなんか名刺置いてくとなんかあるのかね、ご利益的な。持っていてないよ。ね。ここでお参りしたりするんでしょうな。うん。うん。ああ、はいはいはい。まあ普通にじゃあやっぱ行でしょうな、それは。ここはでもなんか霊験新たな感はありますね。